皆さんこんにちは。こんにちは。ですね、ドリームのメンバーとですね、お話をしたいと思います。つまみ細工の講師作家をしております。みのりというブランドで活動しております。森山弘子です。よろしくお願いします。私は、かぎ針編みのアクセサリー作家で講師をしています。夏野まさみと言います。屋号はプルメリアハウスです。よろしくお願いします。お願いします。はい、2人とも作家歴というか講師歴は何年ぐらいなんですか？私は、4年半ですね。今5年目に入ったところです。で、私は髪がもともとずっと長かったので、いつもシュッシュを自分で編んで飾ったりバレッタ作ったりとかしてたの で、うん、でそれでハンドメイドブームになって、うん、ミンネとかでシュッシュとかを編んだのを売ってるのを見て、うん、これ私もできるじゃんみたいに強気で、はい、やっちゃいました。私は本格的にっていうか、売るっていうことになったのは2018年ぐらいから、孫の七五三きっかけで作ったのがあって、オーダーをお受けするようになって、あとはイベントとかマルシェとかの出品で、私はお客様とお話ししてっていうのがすごく好きだったので、はい、そういう感じで、そんなに作家っていうほどではないんですけども、作って売れるのが楽しいかなっていう感じで、はい。なるほど、そんな感じだったんですね。でということは、お二人とも講師経験なしで、ドリームデビュー。そうです。やっぱり作家でずっと続けていっても先が見えてる。趣味で最初始めたんですけど、やっぱり本業にしたいな、好きなことで自立できるのがね、いいなと思ってて、うん、作家とお教室をして収入を増やしたいなとかをずっと思ってたんですね。そんな時にね、なんでまたこのドリームのことを知ったんでしょうか？秋光先生のインスタグラムの広告を見て知ったんですけど、なぜそれに惹かれたかというと、本業にしたくて会社を辞めました。辞めて、うん、もうこれで、作家とお教室を開いてこれで本業にするぞと思って、勢いだけ良かったんですけど、それで会社を辞めて、うん、教室を開く準備をしてたんですよね。近くの公民館とかで生徒さん集めてとか、うん、そこで家族の大反対に遭いまして、うん、もう一回再就職したんですね。あ、したんだ。そうなんです。諦めたんですよ一回、うん、はい。で、再就職しながらも女性でも自立でき、好きなことで自立したいと思ってて、ずっと思ってた時にその明美先生の広告に出会って、まずは勉強と思って、うん、それで、はい、ドリームを選びました。ロコちゃんはどうですか？オーダーを受けて好きなものを作っているっていうのはすごく自分にとっていい時間だったんですけど、ちゃんとしたお仕事っていうのがちょっといろいろね、母の介護とかがあって出れなかったので、じゃあそんな中でこれを収益っていうかね、って考えた時に、つまみ細工の髪飾りって制作にすごく時間がかかって、オーダーがたくさん入ってきても1月に4つとか5つしかできなくって、はい、なのでオーダーをお断りするような形にもなっちゃうからと、あと作りたいっていう方がすごく多かったんですね、自分の身内のために。じゃあちょっと教える方に方向転換しようと思って、でお教室とかっていうのをいろいろ場所とか調べて準備をしていたんですけれども、それこそ2020年のあれですね、コロナパンデミックがあって、そういう、リアルで集まることができないってなった時に収入が一切なくなるんだと思って、これはいけないなって思い悩んでる時に、インスタグラムの広告で明美先生の、はい、オンライン講座っていうのがすごく自分に飛び込んできて、ちょっと訳もわからないままなんだろうと、うん、思って、でもこれしかないんじゃないかなっていう直感みたいな感じで、講座をね、作ったことがないお二人は講座を作らなきゃいけなかったじゃないですか。で、それについてはどうですか？どんな苦悩があったんでしょうか？まちゃくん、どうですか？ヘアアクセサリーを主に活動してたので、私はシュシュの本を出したり、シュシュで教えてほしいという方が増えたので、うん、教室はヘアアクセサリーを中心にしようと漠然と思ってて、講座も、はい、作品も講座も全部それで考えてたんですよね。
そして、明美先生からアドバイスいただいたのは、やっぱりたくさんの人に作ってもらえる講座にするためには、やっぱりシュシュとなると特定の方だけになってしまうので、もうちょっと広い方にね、広く講座が販売できるように、他のアイテムもね考えたらいいと思うよっていうアドバイスいただいて、私はシュシュ作家なんだけど何もなくなっちゃったと思って、うん、あ、どうしようと思って一瞬というか3日間ぐらいすごい悩んだんです。花シュシュとかも作ってたので、あ、花はみんな好きだからいいかなと思って、でも単純にそれだけだったらたくさんの作家さんが作ってたり差別化ができないので、それを小さくしようと思って、うん、細い冷水糸で編むことをにしました。それを乗り越えられたのはやっぱり明美先生のアドバイスとかみんなの応援とかもあるんですけど、可愛いのはもう娘に見てもらったのが一番かなと思って、そしたら、ね、お母さんこれ可愛くない、絶対売れないとか、いやダメとかいっぱい言われて、でもそのおかげで次改善とかしていって、ある時すごい辛口の娘から、え、これお母さんめっちゃ可愛い、これ売れる、すごい欲しいって言われて、あ、これだと思って、それでお花たちのアクセサリーが誕生したので、家にいい先生がいましたので本当だね、はい、誕生、新しい作品が誕生できて、本当ドリームに入った明美先生にお会いできたおかげで、なんか人生変わりました。のこちゃんはどうですか？作るものに対しては、うちも娘たちが、ね、いるんですけども、私自身資格も何もなくって、それこそ実績も何もなくって始めているんだけれども、ママのは自分の技術にもっと自信持っていいよっていうふうに言われて、もうそれがあるだけで全然いいもの作れてるんだから、ママになるのは自信だけって言われてそこをしっかり持ったことと、あとそうですね、やっぱ知識っていうのはすごくって、学ぶっていうのがこんなに楽しいことないんだなっていうことがあって、なんかこうすごく楽しく、はい、学ばせていただきました。作家の時の活動と講師業ってどんな風に違いますか？作家の時はやっぱり作品を生み出すのはすごい好きなんですけど、孤独をすごい感じますね。それに比べて人生で初の講師業をすることになったんですけど、やっぱり楽しいですね。なんかできないところとかからだんだんできるようになったりする、その成長とか頑張ってる姿とか様子が見れると、なんかすごい応援したくなって、あ、私作家より講師業の方が好きだと思いました。今のマチャミンとね、ほぼほぼ同じなんですけど、講座を始めて、私も去年5月から自分の講座を始めて、まあ、生徒さんの成長もすごく楽しいんですけど、それと一緒に自分も講師1年生として成長していってる感じが、すごく一緒にお互いに成長していってるっていう感じがね、すごくいいです。はい。どんな人に何か講師業をおすすめしたいとかってあります？販売もしながら講師も教えることもすると、2つの収入源が入ってくるので、女性の自立としてはね、やっぱり講師業も、はい、おすすめですね。ドリームに参加してみてね、よかったなって思うことを挙げていただけると嬉しいです。やっぱり一緒にこう目指す目標が同じ仲間がたくさんいるっていうのが、すごく自分で助けになるっていうか、心強く思いました。あと明美先生とか、その教えてくださる講師とかで、先にね やり始めている先輩とかが、ものすごくね自分ごとみたいにサポートしてくれることもすごくありがたいし、心強い方です。私もまあロコちゃんと一緒で、ドリームに入らなければ出会えなかった人たちと、みんな応援し合える仲間と出会えたっていうことが一番嬉しいことですね。じゃあですね、これから講師を始めたい人に向けてアドバイスするとしたら、何て言ってあげますか？私それこそ本当に講師経験がなくで、資格とかもなく始めたけれども、やっていくうちに、その環境が人を作るっていうのかなと、うん、なので始めないことにはいつまでもその経験っていうのはついてこないから、躊躇しているよりもやってみてっていうことはすごく
アドバイスしてあげたいですね。今からの時代はね、やっぱりオンラインはもう必須だと思うので、もういかに早く覚えて実践するかによって人との差別化というか、もう先に覚えた人から進んじゃうよみたいなところはあるので、やり続けることができる環境なので、ドリームはなので、やりたいという気持ちがあれば覚えられるので、本当ぜひチャレンジしてほしいですね。最後にですね、お二人の夢を聞かせていただきたいと思います。この目まぐるしく変化していく、ね、新しい時代になっても、なんか七五三とか成人式とかっていう、その昔ながらの伝統っていうのってすごく受け継がれていて、その成長を祝うための行事に使うそのつまみ細工の髪飾りっていうところが私はやっぱり伝えたくって、なのでそのなんだろう、日本の美しい伝統と一緒にその次の世代に受け継いでいきたいなっていうのを、一人でそれを広げようと思ってもなかなかね大変なので、志を同じくして、いずれはその認定講師さんっていうような形ですごく世界に広げていきたいなって思います。素敵です。私もおのこちゃんと同じような感じなんですけど、認定講師さんを育てて、一緒にハワイの高級ホテルで世界の人たちとリアルとオンラインでワークショップをします。あ、実現しちゃったね。します。よし。で、小さなお花を世界に広めたいです。すごい、2人のすごい素敵なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。